肉の量すごいな、これ。タレに漬け込むの。まあいいや。あ、ネギ後からのがいいかも。もしかしたら、ちょっとやめよう。ネギ後からのがいいかも。いけるらしい。あ、バター。これペッパーランチなんだ。へえ。もう俺行ったことがなくてペッパーランチ。あ、そうなの。タレはもうちょっとあと肉に火入ってからにしようかなと思って。タレはね、エバラの中辛にした。こういう感じか。肉がなかなか火が入らん。頑張れお肉。よし。じゃあいい感じよ。エバラ焼肉のタレ中辛をご愛顧いただきありがとうございます。美味しいよね。オッケー、できました。ちょっとフライパンなんだけど、デブ飯デブ飯ができました。もう終わり。早いでしょこれ。よくない？これ、これ美味しかったらみんな真似して。まだ食ってないけど、美味しかったら真似してよ。ほんとね、肉と米とコーンとネギっていう。ある。お肉が、うん、肉うまっ。どうしよう。うん、スプーン欲しいな、ほんとに。あ、梅もうまい。チーズはすぐには入れないの。うん、使わなさそうだな。うまっ、うまっ。これふふ、見た目汚ねえけどうまいな。
米取りづれこれ。いやマジスプーンいる。かといって大人は熱いよな。いや食えねえ、お玉も食えねえ、深すぎて。くっそ、米食いたいのに。しゃもじなんかあるわけない、スプーンないのにしゃもじ出てくると思う？でもね、めっちゃうまい、これ。うん、うまい。フォークもある。煮込みハンバーグうまい。いや昨日よりうまい、これ。これやばいね、これ。うん、昨日より衝撃的だ、これ。こんな短時間で簡単でさ、超うまい。このコップね、ギフトでもらったんよ。多分アマゾンであると思うよ。うまい要素しか入ってない。これコーンと、コーンいいね、これコーンもね。米食わして、これ。あ、うまい！じゃあこれお玉がね深いんで、あの口がこうなんかちょっと魚みたいに飛び出てないと食えない、これ。うん、これ深いもんで、こうこうしなきゃいけないから、なんかもうちょっとさすがにちょっと嫌や、うん、だってもうこのまま食う。うん、マジうまい、マジうまい。これうまい。米がうまい。いやでもこれ血糖値上げ飯だよね。動けなくなっちゃうわ。わかんないどこのやつか。あ、そう、キャプテンスナックって書いてあるわ。うん、これマジでいいよ。だいたいペットボトルこれ1本分ぐらい入るんだけど、1回で。これマジでおすすめ。いやマジ食いづれ、うん、バカ腹立つこれ。もっとガッ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 ってやりたいのに。あ、もういいこと思いついた。マジでうまい。
まいよ。こんなペッパーランチにあるんだ。ほら売れるわ。ペッパーランチは近所になくて、箸に米ついた。いや、できたら行きたいけど、もう自分で作れるから行かないかも。行かないかも。確かにお肉次第で変わるかもね。なんかペッパーランチとかいきなりステーキとかちょっと勢い落ちたよね、昔に比べるとね。まあお客さん入ってるけど、そんななんかもうめちゃめちゃ混んでるって感じしないもんね。一時に比べると店舗数も減っとるしね。ブームは去った。ランチは安いけど、そうじゃない時間帯に食べたりするといい値段する。2000、3000とかするんじゃないかな。俺的に一番肉をリーズナブルに美味しく食べる方法としてちょっとみんなに教えるんだけど、マジで朝一の市場に行って、市場に入っているお肉屋さんでステーキ買うの一番いいよ。そう、自分の食べたい量だけ切ってくれるし、あのね、市場行くのが一番いいね。朝早いけどね、朝一、朝一5時とかからやってるから。そう、やっぱ市場のお肉屋さんの肉が一番いいかなと思う。いや、うちの近所は浦和市場にお肉屋さんが入ってんだよ。アンデスっていうお店なんだけど、そこで何回も企画用でお肉買ったことあるけど、前に1万円分のステーキくれっつったら、むちゃくちゃ分厚いステーキ焼いてくれてさ、ワンピ肉みたいなやつ、焼いてくれてじゃない、切ってくれて。だから結構ね、融通聞くからいいよね。まあその放送全然受けなかったけどね。そんないい肉食いやがってこのクソ豚がって、なんか若干放送荒れて全然盛り上がらなかったけど、滑ったけどね。なんでかっていうと高い割に残したから、食べきれなくて。うめっ。いや、めっちゃうまいこれ。後でもう一回食べよう。なんでお肉あるし。私はいつまでもやりますので、よろしくお願いします。僕にとって配信は遊びじゃねえ。お疲れ様でした。 Thank you です。